11レース競争成績です。1着1番宇野弥生選手、2着4番田口節子選手、3着3番大滝飛鳥選手、4着以下はご覧の通りです。払い戻し金2連単が1番4番690円、3連単は1番4番3番で2100円でした。勝ちました1号艇宇野弥生選手、1コースからの進入でコンマ08のスタートタイミング、決まり手は逃げ、勝ちタイム1分47秒3でした。オートレースナルト G2 第4回レディースオールスターシリーズ最終日、残すところ一つのカードとなりました。1号艇には小野聖奈選手、女子賞金ランキング1位で今大会を迎え、女子4大ビッグレース全大会優出を果たしました。2号艇には岩崎芳美選手、今節は選手紹介から盛り上げてくださいました。地元の意地を見せたいところ。3号艇には昨日準優レース3連単6万円台の超ビッグ配当を提供しました長島真希選手、そして4号艇には廣中千彩選手、そして5号艇には今大会で G2 レース初1着にとどまらず優出まで果たした北澤奈選手、6号艇には3回目のタッグとなるモーター13号機とともにここまで走り抜けてきた清水咲選手です。外枠からどのようなレース見せてくれるんでしょうか。12レース間もなくピットアウトです。12レース優勝戦出走メンバーご覧の6選手です。1号艇小野聖奈選手、2号艇岩崎芳美選手、3号艇長島真希選手、4号艇廣中千彩選手、5号艇北澤杏奈選手、6号艇清水咲選手、ご覧の6選手による対戦となります。12レース優勝戦まもなくピットアウトです。それでは12レース実況でご覧ください。本来なら大勢のファンに囲まれ声援が生で送られるはずだったレディースオールスター、しかし新型コロナウイルス感染症拡大に伴い無観客開催となりました。それでも全国のボートファンが画面を通じて精一杯のエールを送り、出場レーサーもその思いに応え続けました。いよいよ4回目を迎えるレディースオールスターはボートレースナルトを舞台に頂上決戦を迎えます。これから行われますが12レースの優勝戦です。対戦メンバーは1号艇福岡支部小野聖奈、2号艇地元徳島支部岩崎芳美、3号艇静岡支部長島真希、4号艇東京支部廣中千彩、5号艇地元徳島支部北澤杏奈、6号艇東京支部の清水咲、以上のメンバーで優勝戦が行われます。圧巻の戦いでオール3連単で勝ち上がった1号艇小野聖奈が1番人気、
地元は岩崎北津が乗ってきました。優勝戦2コースは岩崎センター3コース、パンチ力速攻力光った3号艇長島スローの3コース、角に持ち出した4号艇広中地裁が角4コース、北津アンナはこのタイトルを取って初優勝となるか5コース、清水崎が大外6コースです。ボートレースナルト G2 第4回レディースオールスター優勝戦、3対3の進入スタイル、インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。コースタートインから1号艇の2コースから2号艇はコースタートを切りました。1周の1マークに向かっていきます。まずはインから先制策は1号艇のセンターから仕掛けていくのは3号艇の長島、内をついた2号艇岩崎、岩崎差しが抜けるか、1号艇を捉えた、バックステッチ向かっています。先頭は2号艇岩崎、差し切って判定失点進リード、2番手1号艇の小野、3番手は追跡5号艇来たず後方ですが6号艇進出、3号艇長島、4号艇の中12レース優勝戦はスタート正常、外から攻める1号艇なんですが踏ん張った2号艇岩崎が先頭、バックステッチ交代、5号艇来たず2番手の主張、3番手は3号艇長島、現在状態計253か251か、レースは2周回目になります。なんとなんと地元徳島ワンツー体制か、レースは2周1マークの旋回です。2号艇岩崎差し切り決まりました。2周1マークの旋回からバックストレッチへ、そして2番手のクリア5号艇来たず、3番手は4号艇、今度は広中に外に切った3号艇長島が3番手、上路体系現在は253の体制となりました。4号艇広中4番手、後方ですが6号艇清水最後方、2周1周2マークでバランスで1号艇俺でレースは西野リマークの旋回です。2号艇岩崎が西野リマークの旋回からホーム着線構成、そして2番手のクリア5号艇来たず、3番手は3号艇長島がキープし、上路体系253の体制が優勝戦闘や配当面波乱となりそう。最終周回の1マークに向かいます。2号艇岩崎が的確に差しを決めて2マークで蹴りをつけました。最終周回1マークから最後のバックストレッチへ、そして2番手でクリアとなったのは5号艇北津アンナ、3番手は3号艇長島、上路だけ253の体制になりまして最後のバックステレッチに向かっています。3連単の253は高配当、オッズは 211.5 倍です。最終ターンマークにこれから向かっていきます。 G1 を取った時はあの日韓ワールドカップある時でした。それから18年この地元のナルトの舞台で報酬ごとを成し遂げます。まもなくゴール、優勝おめでとう。先頭2番の岩崎芳美ゴリ、2番手5番北津アンナゴリ、3番手は3番長島真希がゴリ、4番の広中、1番の小野、ラスト6番の清水がゴリ。ボートレースなると G2 第4回レディースオールスター優勝戦の確定をお知らせいたします。1着2番、2着5番、3着3番でございました。最終カード12レース優勝戦、勝ちましたのは2号艇の岩崎芳美選手となりました。1周1マーク2コースから差し切り白星挙げてました。これでシリーズ4勝目を挙げました。12レース優勝戦の払い戻し金です。2連